はい、どうもフメデオです。今回ですけれども、ジャック&サリーのセレボが圧倒的罠セレボということで、まあ個人的にはですね、罠セレボでしょというところでちょっと解説していきたいと思います。まあこれはね、人によってね、まあどうなのかっていうところはあるんですけども、まあ基本的には罠セレボかなと思ってます。ということで、どういうことかというとですね、まず三が日セレボ近いですよというところで、まあ三が日セレボの比較というところと、今現在、セットツムがですね、めちゃめちゃ強いんで、このセットツム、三が日セレボとの、まあ比較をしてですね、じゃどれが優先度高いのかというところ、見ていきたいなと思います。はい。で、まあまずですね、気にしなきゃいけないのが当たり枠ですよね。当たり枠。ここ書いてなかったね。当たり枠ですけれども、まあ、三が日セレボはもうぶっ壊れ性能と言われる、ツムがですね、基本3体以上いるよというところで、しかもこれ3日間から好きなところを選べるというところも、なおいいというところですよね。で、あとはセットツム、まあ、これはねプレミアムボックス、なので一応ね、ガストンとかシンデレラとか、まあそういったところの当たり枠がいるんですけども、まあ確率アップしてるところで言うと、まあセット積むのみですよというところですよね。まあここが一番の当たり枠というところですね。で、ジャック&サリーのセレボについてはですね、性能だけ見ると、もうジャック、サリーのみというところですね。まあ右にですね、こんな感じで、まあスクショをね、貼ってるんですけども、いやー、これきついっしょ。少ないっすか。サリ枠いないんすよね、ジャックサリ以外。強いツムがいないっていうのが、次です。まあ、ミッションとかで使えるツムはたくさんいるかもしれないけども、コイン稼ぎとかスコアで稼げるようなツムが、ジャックサリ以外いないっていうのが、もう、個人的には罠セレボ。かつ、なんと全26種類というところで、いや、そこがね、やばいでしょうというところですよね。で、まあ、難易度的にはですね、まあ、セットツムと、まあ、ジャクサリーに関しては、まあ、難易度的にはそこまで変わらないかなと思います。三が日に関しては、まあ、簡単なのもあれば難しいのもありますけど、まあ、一応もう、ルート考えておきます。低スキルで使えるかっていうところですけども、三が日セレボで低スキル使えるツム、たくさんいます。はい。で、まあ、セットツムも強いですよと。で、ジャクサリーもめちゃめちゃ強いんですよということで、まあ、この辺も優位性はそこまでないかなと思います。はい。で、優先度ですけれども、まあ、最優先、優先、後回しっていう形で、いいと思います。なぜかっていうところですよね。今から解説するんですけども、まず確率ですよね。これ11% って書いてあるんですけども、全26種類っていうとですね、まあ、1体の確率 3.85% です。で、それが、当たり枠の3体当たる確率が、まあ、3.85×3 ですね。で、まあ、約11ぐらいと。いうところですね。あとは、まあ前、モンスターズインクのセットツムですけども、これの確率が 2% というところですね。で、あとは、ガストンとか、まああの辺、シンデレラとかが自分にとって当たり枠だってカウントするのであれば、まあ1体ね、プレボで 0.6% くらいなので、まあ、ガストン、シンデレラが当たり枠って考えるのであれば、まあ 3.6% と。3.2% かありますよというところですね。まあ、他にもね、強いツムたくさんいますけども、一応そういう形ですね。括弧 3.2% にしよう。はい。で、ここ、なんか表記があれですけど、3.85% です。っていうのも、まあ、こちらもね、全26種類ということで、そのうちの当たり枠が1体しかいないので、3.85% というところです。当たり枠が、の確率がこんだけ差が出てると。なので、もうこの時点でね、もう三が日セレボ最優先なんですよ。こんな当たるかわからないところで勝負してるんであれば、三が日に向けてコインをね、温存しておきましょうというところですね。まあ、これはもう間違いないです。じゃあ、セットツムとジャクサリどうなのかっていうところなんですよ。はい。これはですね、セットツムです。っていうのも、まあ、夕方に、動画上げましたけども、ステッカーブック来るじゃないですか。あれ新ツム限定なんで、まあ、セットツム、狙いに行って、まあセットツムじゃなくてもいいんですけども、
こちらの新ツモをね、狙いに行ってスキルチケットを確保しなければいけないというところです。はい。でこれでスキチケが1枚もらえるよっていうところと、あとはですね、ドナルドの報酬ツモあるじゃないですか。あれの1体の報酬は、ほぼ確でステッカーブックに入ってきます。過去の傾向上、はい、2回入ってますので、これは間違いないです。で全11体ね、ドナルドをゲットしなきゃいけないんですけども、そのうちの1体がステッカーブックに入っちゃってるっていうところで、ステッカーブックはですね、実質2枚の価値があるというところで、これマジで重要なので、はい、ここを押さえておいてもらいたいなと思います。でそこを比較考えた時にですよ、やっぱね、こっちセット積む優先かなと思います。ただね、ジャクサリをずっと待ってた人とかもね、いらっしゃるので、まあ持ってない人であれば母体確保までは引いてもいいと思います。育成体って考えて引くのはあまりおすすめしないです。例えばあと1体でスキルが上がるとかそういう人であればおすすめはしますけども、1体手に入れるまでね、そういう人はそこまで引くっていうのはありかもしれないけども、基本的には母体確保でいいんじゃないかなと思います。はいですね。であとなんか言いたかったんだけど忘れちゃったな。そうなんですよね。ジャクサリ強いんですけどね。そう。全26周じゃなくて、全12周であれば、俺もうめちゃめちゃ押したんです。全12周であれば、8.77% だったっけになるので、それだったら俺もね、押せたんですけども、ちょっと全26周だと、全然押せないっていうのが、はい。ね。あります。あ、思い出しました。で、まあ、それともね、初復活なので、やっぱどうしても惜しいんでね、まあ、引きたい人はやっぱ引いてもいいと思いますけども。で、話なんだけど、これね、ジャック&サリー、ワンチャン三が日にももう一回復活する可能性はあります。っていうのもね、10月の新ツムが、三が日セレブでそのまま来たことあります。過去。はい。なんならね、11月に復活したツム、三が日セレブに入ったことあります。なので、三回セレボに、来るっていう、来ないかもしれないって、まあ、絶望をね、ここで抱いてる方もいるかもしれないんですけど、まあ、ゼロではないです。可能性を信じて引かないっていう選択肢も、ここでね、一応あるので、はい、絶対来るとは言わないですけども、はい、一応そういった形でですね、もう賭けに出るっていうのもいいと思います。本当はね、がっつりね、育成したいという方はたくさんいると思うんですけどもね。やっぱ、なみせ 3.85% はちょっときつすぎでしょ、というところで、今回は、このセレボは罠セレボなので、個人的には引かない方がいいと思います。はい。ということで皆さんね、これを聞いていくかどうか、また、コメントよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。